約1万人を鑑定して気づいた結婚する人の特徴と結婚しにくい原因。うちはこういうふうにこんな感じで結婚ご報告をいただくのが私の趣味なんですけれども、はがき送ってきてねっていうふうにお願いする場合もあって、予約表のようにですね、このこういうふうに付箋みたいな入ってる人もいて、結婚したら報告するねみたいなことでこんなん準備してるんですよ。私はちょっとこれまた捨てれなくて何年も置いてるんですけども、このお守りをくださった方もすごくまあ印象的だったのが、割とですねすごく面倒見のいい方で、時々いるんですけど、その自分のことよりも人のことをすごくお世話してる方に限ってパッと幸運をつかまれるっていうのって結構あって、結婚したいという願望があった方なんですけども、結局そのまあお友達で来られてた中で一番初めにその幸せになられたんですよ。まあ、この傾向って結構あって、人のお世話される方って自然と徳を積むじゃないですけれども、この間からまあヤギ座とか乙女の方お客様多いんですけども、この間ご結婚しはったね、この人もずっと昔からのお客様で、このしおりを入れて律儀に持ってきてくださったんですけどね、いて座の木星期に結婚しはったから、太陽の配置から見たらやっぱ4番目のハウスに木星が来てる時なんですよね。だから家族とか親しい人間関係に幸運が来るということから、引っ越しよくしてはったんですけど、やっぱりなんかその幸運のタイミングをちゃんと掴まれて、でもまあ元から優しい、他人のその長所も短所も受け入れることができるタイプの方ではあったんですけど、だからこの仕事ってなんか本当不思議なご縁がいっぱいあって、位置づけとしては何の関係かってまあ商売になっちゃうんですけども、でもなんかこう人生のいろんな節目に報告をしてくださるということがご自分の喜びにもなっているかなと思いますね。すごい素敵なね方だったんですけどね、ひまわりのねおはがきになんかお二人のこう指輪のね手の写真を写してお送りくださったんですよ。その方はその1ヶ月ぐらい前までめちゃくちゃ仕事人間の方で、すごく可愛らしい方なのに、なんか仕事ばっかりされ本当にされてて、なかなか出会いの場に行ってらっしゃらなかったんですって。でその方はもうご本人の中では全然恋愛運がないって思い込んでらっしゃって、星の配置図としても特に問題じゃなかったんですよ。自分で気づいてないこととか克服するポイントっていうのがホロスコープで出てきたりするんですね。話し合いの中でなんか納得されて見つけられたんですよ。メモマの方って運を開く方多いなっていうのも印象に残ってて、こう一生懸命メモをしてはったんですね、その時も。しばらくしてもう一回来てくださって、だからねもう彼氏って来てたんですよ。でも帰ってからすぐに、まあ、新たな出会いの場に行かれたんですって。でその彼氏と一緒にまたもう一回来てくださったんですよ、報告に。で、まあ、今後のことをまあご相談乗って、まあ、それもめちゃくちゃびっくりしましたけども、やっぱり運を開く方って一瞬でそのいい面を信じ込めるっていうのはすごいありますよね。その昔インタビューをしていたことがあって、結婚報告なんかでなんかね、そのまあ言ったらいいことを全部信じるタイプの人がいて、でもそのいいことをどんどん信じる人って本当に運上がるんですよ。不思議なんですけど、だからやっぱ疑う気持ちってどうしても運を下げるなっていうふうには思いますね。もちろん私自身も人間なんで疑う気持ちが出てきたり、まあ私自分なんか全然あかんわと思っている時って全然やっぱいいことって起きにくいんですよね。物事のポジティブな面を視野に入れることで、その自分のものの見方が変わってくるのかして、そのものの見方が変わった時に運ってこう前なんかふすっと入ってくるもんだと思います。
まあ、恋愛においてはやっぱ多少なりともちょっと優しくないと、なんか男の人が、あの、いや私も優しくはないですけども、その結婚するまではやっぱりさすがになんかあんまりこうきついと怯えるというか、向こうが火星でこっちが金星じゃないと、やっぱり恋愛関係というのはなかなかうまいこといかないのかなっていうふうには思いますよね。恋愛うまくいく人ってやっぱり言っても受け入れ体制ができているっていうのがありますよね、金星なんで。だから火星と金星の配置図から言えば男の人が選ぶ方で、女の人が受け止める方っていうことで、もちろん逆転する場合もありますけども、まあ、割となんか見てたらやっぱ男の人は追いかけてもなんかダメな気がしますけど、女の人は割となんか追いかけたらいけるような気もしますしね。一概に言えないのかな、半分半分なんかも分かんないですけどね。うまくいかない原因って4つぐらいに絞るとすれば、一つは育てられ方の中で男性の愛情っていうものを受け取る環境になかったっていうパターンの方は、男性に甘える習慣がないので、お母さんだけに育てられていて、お父さんが例えば単身赴任とかであんまりお家にいらっしゃらなかったりとか、早く亡くされていたりすると、男の人に甘える習慣というのが得にくかったりして、それはこっち側ですね、軸のこっちに天体がたくさん固まっていらっしゃる方に多いように思いますね。北半球ですね、偏っても10個の天体の分布になるんですけれども、この4からこの天体がこう固まっていらっしゃる方は、他人に全部委ねすぎて自己主張が減るという面があるんですよ。こっちの方がまあ確かにパートナーシップは得やすいのかなと、まあ、相手に合わせられるわけなので、そんなに主張がたくさんしないことからも相手に委ねることができる配置と考えられますんで、ただまあ委ねすぎて、例えば結婚したいなと思っててもそれを言えなかったり、相手から言ってくれるの待ってたりとかしすぎて場合もありますし、尽くしすぎてなんかもう身を滅ぼしてしまうとかっていうパターンの人もいますね。でこっちのが強い方は自己防衛が強くなるっていうパターンなんですよ。あんまり自分をさらけ出せなくなっちゃうみたいなんですよね。でそれはなんか守りに入ってるから、例えば攻撃されやすかったりとか、いじめられちゃってたりとか、人間不信の傾向が強くなって進展しにくいというかね、自分の中だけで解決しちゃって相手に打ち明けたり聞いたりしにくい。南半球が強いと基盤作りというのが不足しがちになってしまいますので、仕事ばっかりされていて、やっぱ自立が強いとどうしても人に頼ることが少なくなっちゃうんで、自分で生活できるしなとかで、働いて稼いでいるとなかなかパートナーシップを築きにくくなったりするってことはあるのかなという気がします。ハウスですね、この12個のハウスの中にも星が散りばめられていて、いろんな意味合いとかエネルギーを持つと言われているんですけど、それが私も本当に実際にそのことが起きる未来を予測するものなのかどうかって何回も言う通り半信半疑なんですね。でも当てはまることってあって、人それぞれ本当になんか違うんですよね。ルール化できるものでもなくって、結婚にしてももちろんその14、70っていうのは人生の自分を自己改革であり、家族の変化であり、パートナーの変化であり、社会性の変化であるということから結婚を意識する配置図にはなるんですけれども、人それぞれまあみんな配置図ってもともと持ってる番が違うじゃないですか。結婚にそれが必ずこの配置になったら結婚っていう風に捉えるのもなんか違うなという風にやっぱり思っているんですよ。でも自分の場合やったら傾向として、まあ、当たってたし、その7ハウスにちょうど本当に木星がある時に、まあ、サタンリターンの時だったんですけども結婚があったし、
とうちに来られる方ではこのアセンダント軸に木星がかかる時の出会いっていうのはその良縁というか自分の中に幸運がこう入り込むみたいなイメージになるんかなと思うんですけど、だから自分も幸せになるからパートナーに刺激を与えるみたいなことなのかなって。例えば今やったらヤギ座にもうすぐ木星が来ますけれども、物事を計画的にしていく力であったりとか、しっかりと地に足をつけて今後の目的を持つということから結婚が上がるという考え方なのかなというふうに思うんですよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画を少しでも気に入っていただけましたらチャンネルご登録いただければ大変励みになります。高評価やコメント欄もお願いいたします。画面の QR コードよりアットライン山田アリス事務所とお友達になってね。